どうも、石川です。いやー、皆さん、試験近づいてまいりましたね。明日に控えてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そして、あと1週間あるよ、2週間あるよ、1ヶ月あるよ、2ヶ月あるよ、様々な方、今見ていただいてるかなと思うんですけど、今回は試験前日にやること、何をしたらいいのかというところですね、お話をしていきたいなと思います。いやー、もう前日はもうそわそわしますよ。もう普通に過ごすことでなかなか難しい。でも、じゃあ何をしたらいいのか。というところですね。今日は3つのポイントを絞ってやっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ最後までお付き合いいただきたいなと思います。では、最初、1つ目いきます。最後まで、なんとか&なんとかなんですけど、まずは、これ、1週間前にやることでもちょっとお話ししたんですけど、最後まで、皆さん、暗記やってください。そう、これ1週間前にやるべきことで暗記してください。そして短期記憶が重要ですよっていう話をしておりました。そう、短期記憶は入れたこと、そしてまた明日になったら、前日ですからね、明日になったらそれを出すので比較的出しやすい。そう、だから、最後まで、成分の暗記、漢方の暗記、そして、第4章の暗記、そして第2章の暗記など、暗記しなくちゃいけないところ、自分ちょっとここ、忘れてるなというところですね。暗記、ぜひぜひ、最後まで諦めないでやっていただきたいと思います。そして、深くやっちゃダメなんですけど、過去問です。過去問にもちょっとチャレンジしてみてください。そう。ただ、深入りしちゃダメですよ。そう。今から120問やりましょうとかってやると、もう頭ね、疲れ果てちゃうので。そう。だから、全部やっちゃダメです。全部はダメ。ね。全部ダメ。すべてはダメですよ。そう。何問かやっていきましょう。そして、そこでまた自信をつけて、よし、ここまでやったから私大丈夫。そう。そして、できたもの。今までやってきた問題。どこか。机の上でもいいです。本棚でもいいです。自分の見えるところに、私こんなにやってきたんだーって。そう、それが、一週間前にやることでもお話ししましたけど、自信をつけることがすごい重要なんで。そう。だから、最後の前日、焦っちゃダメです。そう。まだ全然終わってないよっていう方もいらっしゃると思います。うん。でも、今から新しいことガンガン入れても、そう、ダメなので。だから、まずは、最後まで諦めないっていうことは大事なんですけど、暗記するところ、そして過去問ちょっとやっていきましょうね。はい。それから今度は二つ目。なんとかチェック。いいですか。何チェック。っていうと、持ち物チェックです。これ忘れがちなので、ちょっと入れさせていただきました。そう。いや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 と。遠足じゃ、いや、そうなんですけど、でも、忘れちゃうので、最後に絶対に確認してください。まずは、いいですか？腕時計、してくださいね。電池切れてないですか？大丈夫ですか？ネジ巻き式じゃないですか？大丈夫ですか？そう、ソーラー式ですか？どうですかね？腕時計ですよ。そう。腕に巻くやつですよ。そして、電子的な、何ですか？あるじゃないですか。こう、文字が表示できるようなやつ。あれダメですよ。そう。あ、だってカンニングだと思われちゃったりするので、なので必ず、そう、デジタル式でもいいんですけど、あと、何ですか？秒針とかついてるやつですね。そういったもので、必ず腕に巻けられるものをやってください。だから、例えば、トラベル用のなんかこう小さいなんか机の上に置くような時計とか目覚まし時計とかたまに持ってこられる方いらっしゃるんですけど、たまに試験官から指導が入ります。うん。そして、いや、うち時計私いらないからで、会場に時計ない可能性ありますから。そう、それすごく危険。うん。だって自分がどのぐらいで溶けてるかわからないから。そう。なので、必ず腕に巻けるもの。ね。いいでしょうか。そう。なので、たまに国家資格試験とかであるんですよ。腕時計じゃない、ダメです。とか。ね。トラベル時計取り上げます。とかって言うと、乱れちゃうから。なので、私過去にこういう方いたんですよ。腕に トラベル時計をゴムで腕に巻いて、これ腕時計ですよねって。そう。それでも一応 OK だったんですけど、でも、めんどくさいので、ね。必ず腕時計持ってくださいね。そう。そして、その次。受験票です。忘れないでください。そう。受験票、自分の番号は何かというところね。受験票大事なので、必ず持ってくださいね。そして、お金。ね。交通費とか。ね。あとは、お昼。
買うときのお金とかね、必要になりますので、ぜひぜひ、このあたり、あとなんか急に、なんかこう、なんですか、試験会場までタクシーで行かなくちゃいけないとかってなっちゃった場合、ね、お金がないとかなると困るので、で、ちょっとだけね、多めに持っていくようにしていきましょう。そしてお昼、会場にお昼打てない場合がありますから、ね、ちょっと混んじゃってるとかね、もう近くのおひ、あの会場の近くのコンビニエンスストアもうパンパンとかね、なってしまう場合もありますので、必ず事前にお昼、ね、持っていきましょう。そして、お昼なんですけど、たくさん買いすぎないでくださいね、皆さんね。もうなんかお腹パンパン、午後眠くなっちゃうとダメですから、いつもお昼食べるのちょっと少なめにしていきましょう。ね。で、ただ、何も食べないと、頭回んないです。そして、あとは、チョコレートとか甘いものを食べ過ぎたりすると、血糖値バーンと上がって、そして、午後の時間に、血糖値バーンと下がって、すごい眠くなりますから。だから、お昼の取り方はね、気をつけていきましょうね。そして、筆記用具、気をつけてください。いいですか？筆記用具、必ず、願書に、筆記用具、鉛筆とか、あとはシャープペンシルとか持ってきてくださいね、と。そして、それの指定がありますよね。色の指定、色というか黒ですけど、濃さです。HB とか B とかあるじゃないですか。そう。何かというと、私もこう、いろんな方とメールさせていただいて、試験中、鉛筆取り上げられたんですって方いらっしゃるんですよ。そう。何かというと、ちょっと濃いやつ持ってきたので、それで取り上げられる場合があるので。なので、必ずですね、そこに書いてある指定の鉛筆、ね、もしお手元にないのであれば、ね、会場行く間にですね、鉛筆売ってるとこどっかにあると思います。もしそれでダメだったら、シャープペンシルにしましょう。ね、シャープペンシルがいろんな、なんですか、HB なのか B なのか、そんなのわかんないですから。ね。だから、そういったところの対策、しっかりと取っていきましょうね。はい。ということで、ここまで、2つのポイントについてお話をさせていただきました。そしてごめんなさい。ちょっと今回ですね、新刊の発売と、そして、動画の、開講記念ということで、ちょっとですね、少しお知らせをさせてください。ごめんなさい。なんとですね、石川のテキスト、問題集ありがとうございます。2021年度から発売しまして、おかげさまで少し売れております。皆さんのおかげです。ありがとうございました。そして、改訂版が出ることになりました。2022年の8月29日ですね。今回の、この改訂版はですね、もちろん新しい改正の、内容も入れております。そしてなんと、じゃ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 ん。あれ じゃ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 ん。そう。ちょっと問題がですね、別紙、外れるようになっております。そしてなんとですね、あれ、あったったった、ちゅ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 ちゃん。そう、赤シートがつくようになりましたので、隠れるようになりました。そしてさらにですね、ページ数も増えましたよ。さらに、イラストも結構いっぱい増えました。イラストレーターの方ありがとうございます。っていう感じでガンガン入れてもらっております。そして、まとめの、ものもですね、少し多めに入れさせて、さらに追加で入れさせていただいておりますので、ぜひぜひですね、こちら Amazon とか、書店さんでも販売しておきますので、皆様よろしくお願いいたします。それからあとは、直前セミナーですね、本の出版している角川さんの主催のものをやっております。こちらですね、録画で配信させていただいておりまして、そして、今回の、改正のポイントだったりとか、あとは1章から5章のポイントを、収録しております。そして、何より YouTube に公開してない内容とかもいろいろ話をしておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきまして、さらに私の本持ってない方もですね、もちろん受講していただくことができますので、レジュメも用意しておりますから、ぜひぜひお使いいただいて、ご自身のものにしていただきたいなと思います。そして、最後にですね、石川主催の、セミナー始めていきます。こちらはですね、通学で8月、2022年の8月28日、通学で直接生で対面でやらせていただきますので、ものすごい熱量でやらせていただきますよ。そして、当日会場来れない方は Zoom で、場所は新宿でやっていくんですけど、参加できない方は Zoom でやっていきます。そして録画も配信していきますので、なので、こちらはですね、特に3章に特化しておりますので、3章ちょっと苦手だなという方はですね、そこのお話をさせていただきますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思うので、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃいましたね。そして最後いきましょう。3つ目です。3つ目は必ず寝てください。寝てください。そうなんです。寝ることがすごく大事です。そう。なぜかというと、もう徹夜しちゃいましたとかって本当に連絡いっぱい来るんですよ。そう。だから寝てくださいって思っちゃうんですけど、寝ないとやっぱり頭が正常に働きません。そして午後はボロボロになっちゃいますから、必ず寝てください。うん。で、1時間、2時間とかはあんまりおすすめはいたしません。何かというと、いつも通りに
寝てください。そう。なので、ちょっと早く寝ちゃいました。早く布団入りました。なかなか寝れないですから、いつも通りに寝てください。そして、何ですかね、もし、もう明け方寝ましたという方もやっぱ眠いので、もしかしたら寝坊しちゃう可能性もありますから、なので、やっぱり頭をクリアにすること、すごく重要ですから、そして寝ることによって頭の整理がつきますので、なので、前日いつもと違う行動はやめてください。はい、ということですね、今回もですね、3つのポイントに分けて、前日にやること、お話をさせていただきましたので、ぜひぜひ皆さん、前の日、皆さん、いつも通りのことをやっていただいて、そして試験に頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。必ず試験頑張ってください。さよなら。一緒に勉強しませんか？勉強は一人じゃないよ。一緒に合格をつかもう。